ミハイ・ラコビッツァ・ヨアン・ミハイル・ラコビッツァは、ルーマニア王国の軍人、騎兵中将、ブッカレスト出身、第一次世界大戦に従軍。1941年1月、第三軍司令官、ペトレ・ドゥ・ミトレスク将軍指揮下の騎兵軍団司令官、独ソ戦時、国会沿岸、後に、カフカースで戦う。1943年1月、 自動車化機械化兵装艦に任命され、ルーマニア王立陸軍の機械化走行戦力の再編に尽力する。同年、ブカレスト中東部隊の指揮官に任命された。1943年11月から自動車機械化軍団司令官。1944年1月、第四軍司令官に任命され、南ウクライナ軍集団の編成下でモルドバにおいて戦った。 1944年7月8日、騎士鉄十字章を受賞する。イオン・アントネスク体制打倒後、1944年8月23日、国防省に就任する。1944年から1945年まで、騎兵奏館。1945年から1946年まで、第三軍管区司令官。1946年から1947年まで、 第一軍司令官。1947年、退役。1950年、アメリカのためのスパイの容疑で逮捕され、拘留中に死去した。ありがとうございます。